こんにちは、たまたまこです。ジャッジアイズ続きやっていきます。前回は、泉田健二がね、仲間に入ってくれましたね。一ノ瀬事務次官だったりとか森田健二生だったりとかにしてやられてきましたけど、まだまだ仲間はいるということで、少しだけね希望がありますよね。でメインストーリーは八神探偵事務所で休むになってるんですけど、すいません、ちょっとサナちゃんとのデートがねあるので、いや違うね、デートじゃないね、サナちゃんが相談したいことがあるって言ってたので、サナちゃんを待ってみたいと思います。ドキドキ。お、あー、サナちゃんの私服久しぶりに見たな。最近ずっと変装してたりとか、八神氏がプレゼントした服着てたりとかで、なかなかこの当初の服見てなかったもんね。お待たせしました。ま、座ってよ。はい。あ、え、元気ない。はい。どうした？あれだよね、恋愛禁止のことを事務所に相談してマネージャーが社長に話を通してみるって言ってたんだよね。あ、そうだ、大事な話があるって言われたんだ。サナちゃん、大事な話って？あ、ドキーってなってるけど。すみません。すみません、まだ心の準備が。じゃあちょっと話そうか。いや、これもうあれじゃん。もうあれじゃん。じゃあちょっとマネージャーとのこと聞いてみようか。マネージャーさんとはうまく話がついたんだね。よかったよ。いや、話ついたのか。そうですね。はい、自分の気持ちが整理できたおかげです。マネージャー、私の歌が一番の商品だって言ってました。うわ、いいことだ。だからそれを損なうようなルールなら上と交渉してみる価値があるって。めちゃめちゃいいマネージャー。サナちゃんのことよく理解してくれてるみたいだね。はい、はい、だから私も頑張らなくっちゃ。よし、新曲。サナちゃんの作った新曲、どんな歌なの？あれ、片思いの歌なんじゃなかったっけ？前にも話したかもしれませんが、恋の歌です。というより片思いの歌かな。それはサナちゃんのリアルな心情？はい、そうなんです。世の中に出るって思ったらちょっと恥ずかしいですね。よし、行くか。これまでの話なんか全然もう聞いてたからね。これが興味あるのよ。八神さん。大事な話ですが。ああ、うん、何の話？はい。うん、来た。わあ、緊張してはります。ずっと言葉にできなかった気持ちがあるんです。八神さん、何度も会ううちに私の中であなたのことがとても大きな存在になっていました。八神さん、あなたのことが好きです。よく言った。あ、ごめんなさい。私を彼女にしてください。言っちゃった。かわいい。言っちゃったって、なんかすごい緊張してたけど出ちゃったみたいな、そういう感じで言っちゃったんだね。で、今モテモテという実績解除しましたね。二人の女性に告白されたと予感はしてたけど。八神さん、答えを聞かせてもらえますか？いやー、どうしよっかなー。いやー、だってね、ななみさんにもう嘘はつかないって言ったし、さすがにね、こんな19歳の女の子と、しかも歌手でさ、マネージャーとか事務所から止められてるっていうようなこと
付き合えるわけないよね。こんな俺でよければよろしくお願いします。え、いいんですか？もちろんだよ、よろしくね。はい、はい、よろしくお願いします。キャラ変わっちゃった。あ、その認識はあるんだ、八神氏。あ、そっかそっか、七海さんのこともちょっと頭の片隅にちゃんと置いてるんだね。あ、これは偉いわ。ちゃんと罪悪感を持ってサナちゃんに OK してるんだ。めちゃめちゃ偉い。いや、偉くはないか。OK しちゃったけど、まずいよな。マジで七海さんに貼られるし、ゆっこにも貼られるぞ。なんだか信じられないです。こんな風になるなんて。夢みたいです。うえ！夢なんかじゃないさ。じゃあ、確かめさせてください。え？あの、え、確かめさせてください。何をしたんだ、何をしたんだ。19歳。あの、八神さん、これからは高雪さんって呼んでもいいですか？ああ、もちろんだよ、高雪さん。なんだか照れちゃいますね。俺もちょっとくすぐったいけど、すぐになれるさ。え、サナちゃんのことはなんて呼ぶの？では、その、これからもよろしくお願いします。高雪さん。ああ、サナちゃんかーい！ナナミさんのことは、ナナミって言ってたのに。それじゃあ。あ、これ来るよ。振り返ってー。あれ？振り返ってバイバイしてくれなくなっちゃった、サナちゃん。うわあ、マジか、あれ好きだったのにな。今日はありがとうございました。じゃあまたって言って3歩ぐらい進んで振り返ってバイバイってやって行くやつが好きだったんだけどな。さなちゃん、芸能活動との両立は大変だろうけど、彼氏として支えていこう。どの口が言っとんじゃ。これ、まずいよ。あ、メール来たよ。サナちゃんでしょ。あ、高雪さん、今日は素敵な時間をありがとうございました。これからもよろしくお願いします。あ、こちらこそ、よろしく。いつも余裕なんだよな、サナちゃんとのメッセージとか会話のやりとりは。これからもたくさん会ったりお話ししたりしましょうね。あ、終わった。いやー、七海さん、さなちゃん、行こう。じゃあまあ告白イベントも見れたことだし、一旦休みますか。はい、おやすみなさい。てれれれれってってーん。お、朝ですね。あ、もう起きてる。おはよう、八神氏。そんなわけで、綾部の裁判に一ノ瀬が出てくるかは、大集合。泉田検事にかかってる。あ、ていうか、杉浦くん。その場で一ノ瀬をどう揺さぶれるかだ。その前にご報告。あ、源田先生も綾部刑事も。八神さんが弁護人ってことで了解取れました。インチキ弁護士のカムバックか。そうなるな。ひどい言い方。じゃあ早速流したね。これからの動きを打ち合わせたいんだけど、まず一つ目。お、これから杉浦をなんて呼ぶ。そんなことかよ。寺沢だろ。いいよ、杉浦。あ、そうなの。あ、そうなの。めんどくさいから。フミヤって呼び出すかと思った。じゃあそれで。あ、杉浦でいいんだ。これから僕らでどう動くかですけど、まさかの。僕は例の起動をもう一押ししたいです。
沙織さんのセクハラビデオで確かにこっちの証人にできませんかね。いやどうだろう、確かに軌道こっち側に引き込めば強力な証人になるか。いやさすがにもうでも沙織さんは素性割れてるんじゃないか。いやでもなんとかなるのか。なるほど、それ以外には。事件と直接関係あるわけじゃねえんだ。ちゃんと手挙げて発言してくれるのかわいいな。松金組の方に気になる動きが出て後でお前と少し話したい。松金組に動き、これは羽村の頭に通じるの か。なるべく早いうちに大久保君の面会に行かないとな。彼は今もエミちゃんの遺族に恨まれてると思ってる。ああそうだね。でももうそうじゃないって知らせてやりたい。そうだね。いやそうだよな、大久保くんは。そっか、っていうか杉浦はずっと大久保くんのことを憎んでたわけだけど、やっとそれがもう晴れたんだもんね。ちょっともう晴れ晴れしい気持ちなんじゃないかな今で。お姉さん、エミさんの、エミさんを殺したショーノだったりとかアドデックナインをぶっ潰すっていうことに今はもう一生懸命になれるんじゃないかな。大久保と面会すんの、八神さん。なあ、本当はお前にも来てもらいたいけど、一般人が死刑囚に会うのは。分かってるよ。できないのか。そういうもんなんでしょ。そっか。え、死刑囚ってさ、家族とかにも会えないのかな。あ、まあその杉浦くんは大久保くんの家族ではないけど、どうなんだろう。さすがに会えるか、肉親とかは。何か松金組のことで話して。ああ、松金組の始末がついてねえんだ。親父が死んだきり組員たちはバラバラになってる。ああ、特に若い者の行き場がなくてよ。それをまとめる人間は剣吾って、まとめようとしている。お前も何度かやり合った。羽村の頭に銃持たされてたやつね。若造だが頭には可愛がられてた。ただそいつが今ちょっと問題でよ。どうした。どんな。俺と一緒に来りゃ分かる。どうする。え、行く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 。東と二人で行動とか今までないもんね。絶対に行きたい。あれ、え、待って、どうした。海藤さんが全然喋ってくれようとしない。なんで。人間の言葉忘れちゃったのかな。僕は木戸と話したいです。なんかいろいろやることがあるな。木戸を弁護側の証人で呼べればいいなって。あいつの弱みは握ってるしな。ええ、沙織さんのセクハラビデオですね。いやー、体張ってくれたからね。あれさえ一発かすれば、木戸も僕らを門前払いできません。そのビデオをなんか焼こうとしたりとかそういうことはしないんだね、木戸。偉いな。あ、で、マジで海藤さんとだけ喋れない。え、どうしよう、次の動きを決めるってあるけど。え、1回喋って2回目に喋った人と一緒に行動するって感じかな。え、これ普通に外出たりはできるね。みんなを置いて外に出ていけるんだ。あー、ちょっとじゃあ次の動きを決める前に何個かやりたいことがあるんですよ。まずですね、一度も言ってなかったこの小泉敏郎さんっていうところ、ここが、この八神探偵事務所の目の前で、なんか富岡さんから、あんたお金ないならバイトしなさいよっていうことで、鍵屋のバイトを紹介されたんだよね。で、この鍵屋のイベント、一個もやってないので、まだここに寄ってもいなかったので、ちょっとここ寄ってみたいと思います。すいません。先ほどの、小泉さん。のイベントなんですけど、本当に鍵を開けるっていう依頼を受けて達成したらお金がもらえるっていうだけで、特にストーリーには関わらなそうだったのでカットしました。で、次に来たかったのがこちらですね、チャンピオン街にある
アテンシというお店でステッキ男のお兄さんと仲良くならなくてはいけません。あ、リョウって言うんだっけ。よう、ヤガミ、この前お前に潰されたから鍛えてきたぜ。この前のように行くと思ったら大間違いだぜ。そこまでしてただ酒飲みたいか。てかカモにするなら俺以外にしろよ。最近俺の名はこのチャンピオン街に知れ渡っていてね。何その声。みんな俺の名を聞いただけで震え上がってしまって勝負してくれねえのさ。チャンピオン街のただ酒チャンピオンってわけか。そりゃ誰にも相手にされないだろうな。さあ今日も飲もうぜ。今回も負けた方がおごりだ。よしやろう。おう、わかった、付き合ってやるよ。よし、じゃあ最初の一杯だ。いや今回も勝てるでしょう。これくらい余裕だな。よし、もう一杯。楽しそうだな。何話すんだろう、この飲んでる間。ただただ飲んでんのかな。いい飲みっぷりじゃねえか。もう一杯行くぞ。どうだ。まだ大丈夫そうだな。じゃあもう一杯。お、結構来てんじゃない6は。あ、もう飲めねえ。2回も負けちまうとは、なんてこった。いやー、意外としっかりしてるね。飲んでるけどべちゃべちゃになったりしないんだ。じゃあ今回はお前のおごりだな。ああ、男に二言はねえ。だがこの須崎亮、次こそはお前を倒し、ただ酒を飲む。酔っ払ってるわ。オッケー、これあと1回やったら仲良くなれるかな。須崎亮、来たぞ。よう、八神、お前の顔を見たら飲みたくなっちまった。今日もお前の金で酒を飲むことに決めたぜ。なんだこいつ。お前、まだ飲めるのか。負けた、もうお前にはかなわねえ。じゃあ、今日はお前のおごりだな。ずっと喋ってなかったな、八神氏。あ、フレンドになったぞ。八神、お前は大したやつだよ。この俺に酒で勝つとはな。これからは、相棒。俺のことをそう呼んでもらってもいいんだぜ。相棒って。聞いた話じゃお前、町で景品同盟の、お、来たー。いやー、どこにいるんだろうと思ってたよ。田代くんに続いて4人目の仲間ですね。景品同盟とかに目をつけられた時、町中でチンピラに絡まれた時に助けてくれる人っていうことは、この寮も陽介に紹介できるってことだ。まどかちゃんに紹介できる人だ。相棒が喧嘩売られて黙ってる俺じゃねえ。これからは助っ人として駆けつけてやるぜ。ん？ああ、なんか勝手に仲良くされてるな。何も喋ってないのに。じゃ、またな、相棒。やだな、その相棒って。なんかあったよな、海藤さんと、海藤さんの中学時代の友達の話で。なんだっけ、なんとかエステ、なんだっけ、いたよね。名前忘れちゃったけど。おかしなやつだったな。いや、八神氏は友達の認識ないんだな。よし、これでまあ、見たいものは見れたかな。そう、あいつステッキ男だと思って気になってたところから最初から見てたので、ちょっと最後までやりたかったんですよね。はい、というわけで陽介の元にやってきました。これでラストかな。八神さん、おっぱいどうすか。もしくは悪いことしない信頼できるお友達いませんかね。おなじみのやつだね。来たー、須崎亮。須崎亮、双子の兄の方なら真面目なやつだよ。真面目か、あいつ。働いてなくて人のお金でお酒飲んでるやつだけど、それを真面目と言うのか。まあでもお酒には強い。いや、お金持ってないぞ。でも
おっぱいか好きでしょ、おっぱい懐かしいぜ、赤子の頃母ちゃんのおっぱいをめぐってよく弟と喧嘩したもんだぜ。覚えてねえだろ。え、突然何を。何、なぜ覚えているかって、ビデオに撮られてたのさ、おっぱいをめぐる熾烈な兄弟喧嘩の様子がな。あの頃からいつも最後には俺が勝っていた。勝利の女神はいつも俺に微笑んでいたのさ。弟にとって俺はいつも前を走り続ける存在だったんだ。こいつめんどくさそうだな。まどかちゃんかわいそうだな。八神さん、この人なんか急に語り出したんだけどこういうやつなんだよ。ねえ、今は昔のおっぱいより目の前のおっぱい、そうでしょ、おっぱいっしょ、おっぱいっしょって何おっぱいか、ま、そうかもしれねえな。なんだこいつ一人で独占できますから、おっぱい語尾みたいに言うな走ってった結局おっぱいが好きなんですよ、男ってやつは。まあそうかもしれないな。八神さん、八神さん、ありがとうございます。他にも友達いたらまた紹介してくだ。あ、まだいる、あ、まだ一人いんのか。え、誰だ。え、完全に最後だと思ったんだけど。どうもお兄さん、おっぱいって気分じゃないですか。寮のやつ大丈夫かな。なんかニヤついてない。寮、弟と俺は常に争う宿命にあったんだ。だがその宿命が俺たちを鍛え上げてくれたんだ。いいか、ヤクザをやってる弟より俺の方がやんちゃなんだぜ。すごい気持ち悪いじゃん。へえ、すごいですね寮のやつちゃんと話を聞いてもらえて満足そうだな。確かにこういうお店なんかいいかもしれないね。彼にとってはまどかちゃんにとってはすごく迷惑かもしれないけどまあでもおっぱいを触らずにいてくれるのならいいのか。うわ、もう一人誰だろう、どこにいるんだ。ちょっとですね、お話は変わるんですが、源田法律事務所でいろいろ依頼を受けてるんですけど、まあ、二つ今現在進行できませんっていうものがあるんだけど、この芸能関係のお仕事ですっていうやつが今、昼間の時間帯でできそうなので、このサイドケースをやっていきたいと思います。サイドケースっていうか依頼かな。でね、ちょっとさっき進めたんだけど、この建物の6階に行けるらしくて、今までここ入ったことがなかったので、そう、こんななんか素敵なホテルになってるんですよ。で、このホテルの一室で待ってますっていう依頼主さんがいるので、ちょっとここは動画外でやろうかとは思ったんですが、やっていきたいと思います。あそこにあの人が立ってて、なんかちょっと珍しい感じだったので、ここまでで一回止めて動画回すことにしました。じゃあ話しかけてみましょうか。話す、葉山さんでしょうか。私、探偵の八神というものです。はい、八神さん、お待ちしてました。お越しいただきありがとうございます。あ、ごめん、源田法律事務所の依頼じゃなくて八神探偵事務所の依頼だったかも。どうぞ、本人は中で待っていますので。芸能関係のお仕事ですって書いてあったんだけど、本人？今回の依頼の元凶と申しますか、騒動の発端となった人物です。わかりました、ひとまずお話を聞かせてください。誰だ？あ、え？ちょっと！なんかめっちゃタレントって感じの人かなって思ったんだけど、全然違うね。あ、こら、シシマくん！部屋は禁煙だって言ったでしょ！ん？うるせえなぁ。シシマで会ってんのかな？八神さん、すいません。お見苦しいところを。いえ、彼は？彼はうちの事務所に所属するアーティストのシシマ・オトヤかな？ねよ、音やかな。アーティストなんだ。なんかあんまっぽくないけど、スーツ着てるし。アーティスト？あ、スーツってわけじゃないのか。おい
なんか徳永さんとかと比べるとあんまりこうオーラ感じないけどな。お兄さんさ、この俺を知らないわけ？どこの山奥から出てきたの？マジで文明人？なんだこいつ。志島さん。はあ、すいません、テレビはあまり見ないもので。ちょっと、こら失礼ですよ八神さん。すみません。いえ大丈夫です。それで依頼というのは、なんか確かに炎上してそう。実は志島がカムロ町で野外ライブイベントを開催することになったのですが、彼は最近いわゆるスキャンダルに見舞われているのです。女性関係ってことか？スキャンダルっていうとどのようなスキャンダルですか？彼は昔素行の悪い少年だったのですが、先日数々の悪事が報道されてしまったのです。ああ、昔の悪事か。なんかヤンキー的なそういう感じか。俺昔悪い奴らとつるんでて、単車飛ばしてダチと走り回ってたんだ。あ、なるほどね、そっちね。あとはダチと一緒にの悪いな、ダチと一緒に物かっぱらったり、まあそんな感じ。あ、暴走行為に窃盗行為というわけですか。つうか10年以上の前のことなんだからもう時効でしょ。ネットで見たし。全く反省していないようだな。そのため今度のイベントでは多くの報道陣が押しかけることになると思われます。しかし獅子馬が報道陣に捕まってしまったらライブにも支障が出てしまいます。なんかきちんとした受け答えできなそうだしね。なるほど、事情は分かりましたが、探偵である私にできることなんてありますか？そのことですが、あなたに依頼したいことはズバリ、獅子馬になり代わりおとりになってほしいというものです。おとり？え、でもライブは獅子馬くんがやるんでしょ？ん？なんかライブの時は獅子馬で、質疑応答の時は八神氏になり代わるってこと？おとり？要するに俺に化けて邪魔なマスコミを引きつけてほしいんで。あ、なるほどね、この人も変装して、なんかあれか、え、どういうこと？この人を変装して本当にライブを聞きに来るお客さんじゃなくて報道陣だけを釣るっていうことか。俺が会場入りするときに捕まんないようにさ。引きつけるって、私とあなたとではかなり容姿が違うように見えますが。ああ、そのことですが、何？獅子馬くん、衣装を持ってきてるから。あ、え、ここで衣装？結構派手派手なのかな。なんか見た目に似合わない感じだったりする？その方が話が早いでしょ。ちっ、めんどくせえな、ずっとスパスパしてんな。どういうことですか？彼、着替えてきますので少々お待ちください。はい、待ってますけど。え、あ、すごい、なんかし、あーあー、すごい、あの思ったよりもインパクトあった。なんかね、羊系のコスプレをしてるのかなって思ったんだけど。いや、メイクも決まってますね、獅子馬さん。これは一体？あ、吸血鬼か。吸血鬼という設定なんです。うちの子、うちの子。要は、ブラムシルバーニア三世。メイフの底より舞い戻って。あ、すごいすごいすごい。入ってるわ。鮮血を捧げよ。すごいフルボイスなんだけど。あ、鮮血を捧げよっていうんだね。なんかちゃんと手袋が少し汚れてたりするのが、なんかずっとやってきた感あるね。アーティスト。でも確かにこうなるとアーティストか一気に出てくるかも。あえ、これに化けるの？なんだかすっかりなりきってますね。この子の芸風なんです。この子になっちゃった。あの、野外ライブなんですよね。設定的に大丈夫なんですか？日光、確かに吸血鬼だもんね。いや、ないんかい。ボイスないんかい。要は、質素吸血鬼であるぞ。直射日光など、物ではないわ。
まさかとは思いますが、私がその格好をするわけではないですよね。残念ながらそのまさかです。やっぱり、うわー、八神氏の吸血鬼スタイル。しかもさ、太陽とヴァンパイア、いやー降りてるなー。なんていう名前なんだ。ちょっとさっき聞き逃しちゃった。なんか名乗ってたよね。八神さんはこの格好をして記者を引きつけてくれればいいんです。お願いします。引き受けてくださいますか。成功報酬として14万お支払いいたします。あ、すごい。わかりました。記者を引きつけるだけでしたらなんとかなると思います。歌えとか言われたら厳しいけどね。あ、一応ですが、鮮血を捧げよは彼の決め台詞なんで覚えておいてください。叫ぶようなことはないと思いたいですが、ライブ会場はカムロ町ヒルズの広場ですので、準備ができたらいらしてください。もう向かっていいんだね。オッケー、じゃあ行こうか。あの吸血鬼衣装もあれかな、パイロットの時みたいにもらえるかな。どこだ、ここか。ライブ会場ここだね。あ、こんなところでライブするんだ。ここでいいのかな。ほい、待つ。さて、あ、ブラム様ね。ブラム様ブラム様のライブの時間まで待つとするか。待つ待つ待つ。衣装とか、居眠りして待つの。いや、暇すぎだろ、八神探偵事務所。こんなところで居眠りしてて、いろんな人に襲われるでしょ、あんた。なんか設営されてる、いつの間にか。会場の前に集まっているのはマスコミだな。八神さん。あ、来た、葉山さん。八神さん。あの、葉山さん、やっぱり、やるんですよね。はい。もちろんです。いや、14万円もらえますから。今さら辞めるなんてなしですよ。ああ。ですよね。千島はワゴンで会場まで来る予定です。ですが、ご覧の通り。すでにマスコミが、虎視眈々と千島の会場入りを狙ってます。厄介ですね。はい。千島が現れた途端に彼らが殺到することでしょう。ですので、八神さんはうまくマスコミを引きつけてください。これが、ブラム様の衣装です。あ、やったー、もらったー。これ、いつでももう着られるようになるってことだよね、きっと。仕方ない。着替えてマスコミを引きつけるか。どこで着替えんの？ここで着替えちゃっていいの？あ、ステージ上がれないんだ。なんだ、ステージに上がって生着替えしようかなって思ったんだけど。じゃあちょっとこの辺で着替えるか。やったー、来たー。あ、ちょっと待って、パイロットの制服もいけるぞ。ちょっと待って、これちなみにさ、指摘されるんだ。なんだ、カムロ町にパイロットがやってきたぞってなるかと思ったけど、違う、この服装じゃない、ブラム様の衣装に着替えるんだ。そっか、八神氏に指摘されるのか。あ、でもこの格好のままいろいろいけんじゃん。でもいけるところ制限されてるわ。赤く出てってお店とか入れないようになってる、この格好で。くそー、しょうがない。じゃあブラム様になるか。ここでめっちゃ見られてるけど、あの女性に。吸血鬼ブラムシルバーニア3世の衣装セット、これを着ていると心なしか太陽をまぶしく感じる。来ましたよ。あ、どうかな。あ、ちょっと全貌を見たかったよ、今。あの、ここで、あの、葉山さん。